教育訓練給付対象者が専門実践教育訓練を受け、当該教育訓練を終了した場合、当該教育訓練を受けている場合であって、その受講状況が適切であると認められるときを含み、専門実践教育訓練終了証明書または受講証明書による証明がされた場合に限る。において、支給要件期間が3年以上、初めて教育訓練給付金の支給を受ける者については、当分の間、2年以上であるときに、専門実践教育訓練給付金が支給されます。専門実践教育訓練給付金は、次の1の額が支給単位期間、6ヶ月ごとに支給され、また、受講を終了して専門実践教育訓練に関わる資格の取得等をし、かつ、受講を終了した日の翌日から起算して1年以内に被保険者として雇用された者等のうち一定の者には、2の追加給付への額が一時金として支給されます。さらに、訓練の受講前後の賃金の額を比較し、賃金の額が 5% 以上上昇した場合には、2の追加給付 A を受けていることを前提として、3の追加給付 B の額が一時金として支給されます。それぞれの上限額に関わる、年間、とは、連続した2支給単位期間のことです。最後の支給単位期間については、その期間のみの場合あり。1. 教育訓練の受講費用の額 ×100 分の50。上限額、年間40万円、合計120万円。2. 教育訓練の受講費用の額 ×100 分の70、追加給付 A がある場合の合計額。追加給付 A の額は、教育訓練の受講費用の額 ×100 分の20。追加給付 A の上限額、年間56万円、合計168万円。3. 教育訓練の受講費用の額 ×100 分の80、追加給付 B がある場合の合計額。追加給付 B の額は、教育訓練の受講費用の額 ×100 分の10、追加給付 B の上限額、年間8万円。追加給付 B が行われた場合の合計額の上限は192万円イコール2による56万円 ×3 年プラス3による8万円 ×3 年となります。専門実践教育訓練給付金に関わるキャリアコンサルティングは無料で行われるため受講費用には含まれません。また専門実践教育訓練の期間が1年を超える部分に関わる受講料も受講費用と認められます。最大3年分長期専門実践教育訓練を受講する場合には最大4年分専門実践教育訓練給付金については支給限度期間原則として専門実践教育訓練に関わる基準日から10年を経過する日までの1の期間を言うごとの上限額が192万円とされています。つまり、10年の間に複数回専門実践教育訓練を受講する場合であっても、支給される専門実践教育訓練給付金の額は合計で192万円までです。